熱っ熱っ熱くはないボモハさん反応がね独特ですねじゃあちょっと膝裏も伸ばしましょうか。はい、ですね、後ろだけです。肩から膝裏の方まで伸びてますか。はい、はい、ちょっといたわりたいあとやっぱ姿勢悪くなっちゃう原因の一つは腰、お尻っていうとこあるんで、ストレッチしましょうか。痛いのか。そうですね。大丈夫ですか？限界。私の限界これ。ここ限界。あ、硬くなってますね、前回より。やっぱり。大丈夫ですか？大丈夫そう。きつい。なんとか突っ張ってますね。突っ張ってる。結果切れちゃう。細い血管プチプチしてたけどね。はい。でもちょっと足首も柔らかさ出てきましたよ、動きが。はい、さっきより。うん、どうですか？あ、ちょっと普通にやっぱり痛いのかな。でも膝から下は、うん、そうですよね、かなり変わってきました。うん、随分いいです。やっぱり言ってもね、20代半ばの体なので、うん、手入れをすれば結構結果は出てきますね。年取るとまたそうそうもっと時間かかる。そうやっぱりね、若い時の方が回復力もあります。そういえば私とっと26になった。そうそう、おめでとうございます、はい、ね、ちょっと26歳女性になりますね。そうなんです、ね、24歳だった時からそうですよね。そう、だいぶリラクヤのモデルっていうので浸透してきたんじゃないですかね。確かにそうですね。傷はないですか？はい。大丈夫ですか？はい。はい。熱っ。熱っ。熱くはない。ボモハさん反応がね独特ですね。熱んって聞いたことない。こっちの方がやっぱあれですね、股関節ですね。左の方は股関節が硬いという、はい、特徴が。
ちもさっきと同じように大丈夫かな。このくらいでもうきついですかね。あ、こっちいける。いけます。はい。はい。女の子とリポート。はい。あ、痛い痛い痛かった。やっぱ痛かった。じゃあ痛い痛い。いける。いけない。いけなかった。いけなかった。このぐらいにしておきますか。大丈夫ですか。はい。はい。ね、張ってますからね。あ、来た。なんか朝できてない。できてない。できてないよ。青たまるよね、それに。朝があるのを押してた悪いやつじゃないですか。痛いだろう。新しいフェチですね。ここまだゴリゴリありますね。しますね。軟骨ではない。コリです。ボキボキしますね。やっぱスムーズじゃないんですよね。痛い。硬さがすごい。でもまあまあ前より耐えられるようになってきましたよね。はい、はい、これが人並みってやつですね。そうですね。だいぶ今はもう大丈夫じゃないですか。あのいけんじゃないですか、足裏も。確かこれぐらい。あ、いけるいける。さっきのこそこそ撫でてるだけでいい感じって言ってたのとはだいぶ違いますね。確かこのぐらいいければ。あ、いけるじゃないですか。はい、よかったですね。じゃあ流れが良くなってきましたね。いや、なんかね、はあ、力の加減が全然違ったんじゃないかって。いや、同じだってびっくりしましたもん。なんか これぐらいで痛いって言ってましたよ。嘘。ほんと撫でてるだけで痛いって言ってました。なんだったんだろう。いや、まあそれだけ溜まってたんじゃないですか。だって今日尋常じゃなかったですもん。大丈夫かなっていうぐらい、なんか顔も白かったし、ずっと うつむいてるし。疲れてましたよ。呪いで。自分でも回してくださいね。ああ、はい。そうすると手で補助してぐるぐる大きく回してあげた方がいいと思います。熱いですかね。大丈夫ですか。あ、熱すいません。こっち大丈夫ですかね。あ、はい、はい、大丈夫そうですか。はい、はい、
指だいぶ刺激がしても大丈夫になりましたね。はい。なんかもっとやってって気分です。本当ですか。あんなに逃げてたくせに。あんなに逃げてたのに。小指ちゃんはまだ子供って言ってたのに。もはさやっぱ変わりが早いですよね。そう、なんか台本あるみたいですよね。変わらず。何分過ぎたら徐々にちょっとって喘ぎをやめてみたいな。はい、いいですかね、足こんな感じで。あ、気持ちいい。血流がよく、そうですね、血流がってか、すごい今あったかくなってるので、うん、ちょっとかゆみもね出ちゃうかもしれませんけど、まあ落ち着くので、はい、少しだけ今だけ、はい。